基本的にはいいショットを打つけどとんでもないミスもたまに送るでしょうでその原因っていうのは基本的にダウンのところにあるわけじゃなくてテイクバックなんですよ <music> はいタスコルフィーズもご愛顧いただきましてありがとうございます今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思っております <music> ワンウェイゴルフクラブさんの方ですね撮影させていただいておりますありがとうございます 僕が開発したですね、スコアブーストというサプリメント、こちらの方ですね、製薬会社さんの方からご協力いただいて、皆さんにご提供できる形になりますので、ぜひですね、興味ある方は概要欄から見ていただければと思います。 ということでですね、今日も小林くんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いますいや本当に楽しいです、小林くん。いやー、僕も本当に、いろいろ目から鱗の、<laughs> 教えをいただいて。いやいやいや、ここね、あの、150ヤード、もうちょっとあるかな ?150、160ヤードぐらい、はい、70ヤードぐらいありますけど、まあ、実は小林くんはね、この距離すごい得意なんですよ。<え>えー、僕は知ってます。<laughs> そうですかで、あのー、今日もね、久しぶりに、 あの楽しいゴルフで、はい、今日は小林くんのクラブなのでそのクラブをうまい具合に使いながらドライバーも非常にうまく打ってらっしゃいますけれどもでこれドライバーとーアイアンってどっちが好きなんですか好きかうん、えー、どっちも怖いとは思<ー>ってる正直 <laughs> でも小林くんは割と、あのー、どっちが不得意だって感じじゃなくてずっとここのところパフォーマンス上げて どっちもね、でそれでそういう中ではどっちが好きなのかなってずっと思ってたんだけどでじゃあ逆に言えば、はい、ドライバースイングとアイアンスイングっていうのは同じものなんですか違うんですかご自身と一緒一緒。なるほど一緒の心は一緒の心はやることが一緒だからやることが一緒だから,だらいあいいですね 使い方難しいよっていうあなるほどえそこをもうちょっと深掘りしたいんですけど <laughs> まあアイアンは牛耳れちゃうんで、うん、ある程度こうまあやること一緒っていうのもこう、はい、ガンとマスに落として苦労させれば、はい、どっちもある程度うまくいくど。うん、で、まあ、ドライバーはそれがアイアンよりもちょっとこう,こうなりやすいというか、うん、重い、うん、重心が結構効いてるんで、うん、こう割とグッと本当に意識しないと。うん こうなっちゃうよあ<ー>うのだけめちゃめちゃいいっすねそのあたりのそのそのファジーな表現をもっと言語化できるといいんですよそれしたらもう <laughs> タスクするの。<laughs> なんかこう。<laughs> ダッシュみたいな。いや、でも、そこまでいけるでしょう。だって、小林君。んこのままだったら。たどり着けない。ですいや、いや、ままだまだこれをぜひですね。ちょっと、あの、言語化してもらいたいと思うんですけど。ああま,まあ、ちょっと、これ、面白いテーマですね。小林君にとってのアイアンショットとドライバーショットが。と、何が違うのかって、そのあたりですね。今日は、ちょっと、深掘りしてみたいと思います。はい。チャンネル登録、お願いします。はい、えー、ということですね。あの、これ、百、う、六十七十ヤード。 ということですね。小林君であれば間違いなくグリーンには乗せられる距離だと思うんですけど、大体 <laughs>、うん、難しい距離です。うん、まあ難い普通普通は難しいと言われているだけど、小林君はここはですね <laughs> 結構あのうまいのは知ってます。<laughs> だらとりあえずちょっと打ってみましょうか。<laughs> はいお願、はいします。うん。スジったね。ナイスです。 ワンピンね。ナイス。さすがです。あま,すまあ、こういうショットを打てることは最初から分かってました。<や>けど、今ちょっと若干あのボール低いですよね。低いっすね。まあちょ、ちょっと、ちょっと若干あの、マッチアップを起こしてで、はい、で、ただその先はやっぱりさすが上いですね。なので、えー、実際はこの距離っていうのは小林にとっては結構得意な距離なんですよ。しかも最近自動化してるっていうことがすごくよく分かるんだけど、はい、この重心管理してテイクバックをして、 このグリップエンド方向のディレクションですよねこの方向、はい、これがですね極めてて精緻にコントロールされてますねでその後に小林くんはそれから実際は腕を落とせばいいっていうことに腹が落ちていてなかなかこっからですねボールに向かわずに腕を落とすこと,ことはなかなかできないんですけど、はい、そこを極めてもう腹落ちした感じで落としてるよね。なんか結局それを意識した時が 一番スイングいいな。ああ、でもね、それは本当に分かります。も<う>でも、そうだよね。で、実際、そういう、その腕を落としていくという時に、いわゆる小林くんのキーワードが左サイの苦労だったということですね。はい、そ,それは極めてもう全てマッチングしてますね。なので、あの、小林くんはですね、あの、今のままで十分なんですよ。で、あの、アイアンが、 調子が悪い時っていうのは多分おそらくその前の問題が発生しているケースと思ってもらっていいんですよ。はいはい、要するにその若干その日の調子によって少しヘッドがインサイドに向かってしまったりとか、うん、そう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 だから最初の初期エネルギーですよね初期エネルギーのベクトルがちょっと若干僕たまに見るけど小林くんがちょっと危ういな時は少しエネルギーのベクトルがこちらへ。 上に向いてるってことですね。そう。そ,その時に、そう、ひょいってあげて、肩が強烈に外れるっていうような状況を起こすことが結構ある。で、そうするとね、詳しくはね、すぐわかるの。こうね、こうひょいってあげて、肩が外れた後の最初の切り返しの時に、すごいね、クラブがうる,るってよじれるんですよ。 基本僕はそういうところを見てるわけですよ。うん、小林くんのスイングのフォルムとか外見とかどうでもよくて、そんなところ全然見てないんですよ。うん、基本的にゴル,ゴルフカラムの重心がどのように動いてるかを見てるんですよね。だから小林くんがその持ち上がった端にブルブルっていうのはね、もうこれはもうパターンなの。なんだけど小林くんは最近はやっぱりうまい具合に初期エネルギーを出して遠くへ行けてて、そのままダウンするときにこの腕で下ろすというよりは左サイドのキック こう保って左側を苦労させることによって静かに下ろせてくれ来てるんですよ。なので非常に安定してるっていうところなんですね。なので小林くんがよくたまにやるシャンクとかあるじゃない。はい、あの基本的にはいいショット打つけどとんでもないミスもたまに送るでしょ。でその原因っていうのは基本的にダウンのところにあるわけじゃなくてテイクバックなんですよ。 そうテイクバックで重心を若干外す。で外すとね、あの小林君はもうその重心管理っていう側面によっては相当精緻に管理できるようになってるので外れた途端に余計なことをしだすわけ。外れてるから分かってるから。そう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 。外れてるんだったら外れたまま引っ張ってくればまだその最小のエネルギーのマッチアップで済むのにそうじゃなくて外れた途端にうわっ って感じて、いきなりローリングしだしたりとかすると、そうかも。シャンクで終わるみたいなこと。そうですね、あのこれあのー、コメント欄にね、そのシャンクの話いっぱいいただいてるんですよ。でシャンクになりますよ。引っ張れてるし、あのメンターも使ってるんだけど。 たまに、あの、止めどもないシャンクになります。シャンクが一旦始まったら、ずっとシャンクしっぱなしですみたいなお話は結構いっぱい入ってくるんですね。それはめっちゃわかるでしょ、はい、今の小林くんの話ですね。いわゆる重心管理ができるようになってくると、重心外した時に、自分自身が感知できるようになるんです。その時に静かに引っ張り下ろしてくれば、いわゆるその、若干外した、 あこの重心でさえも管理して戻せるかもしれないのにそこで急激にあっと思ってオーバーなことをやってしまうってことですね。シャンクっていうのはそういうことです。例えば面白いこの重心管理してる状況で引っ張り下ろしてくるということによってクラブっていうのはリリースされていくんですけれどもそれが重心管理が 何らかの状況で外れた時にプレイヤー自らが完治をしてあ外れたと思ってローリングさせ出す時にこの押しエネルギーが入ってで押しエネルギーが入るとクラブっていうのは押していくからクレあのボールに向かっていくわけではなくて押した途端にローテーション食らって遅れるわけですね。 そうすると腕がすごい前に出てってしまってそれを合わせるために結局このネックの部分にボールが当たってしまうっていうことですね。一旦ネックにボールが当たってしまうと怖いもんだからもっとヘッドを遠くにしてそして当たらないようにってすればするほど腕ってどん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 前に出てっちゃうっていうことなんですよね。だただその原因は何かって いうとやっぱりこの初期エネルギーでをかけた時の重心管理の問題これが対外のケースこちらに重心が大きく外れていくとどうしてもそのようにクラブ扱いとしてはなるのででこうなったとしても実際引っ張りり下ろしてててくくれれば対外のケケーースス補正されて降りてくるケースが多いんですよただ重心のことを知ってしまうと重心が外れた途端にキャッチするから特に小橋くんの場合はこのここで焦って で急激なトルクアクションまたはこのベータフォース押し動作でもって調整しようとするんですよね。うん、本当はそれいらないのにということなんですよ。うん、そうあのこれ難しいです。だからあのこれ僕が今まで言ってることと結構背反する話かもしれないけど重心は管理してください。外さないで引っ張ってきてください。 でそれでもってゴルフクラブっていうのは設計コンセプト通りにこの変重心特性でもって勝手にダウン以降はクラブ自身があ重心を管理して働くのでって言ってるんですよね実際それはそうだから重心を外さないように管理してくださいって言ってるんですけど重心がある程度少し外れたところで結局引っ張り下ろしてくることができれば実際それは補正されるのが現実なんですよ。 で、それが難しい。いわゆるその、これがよく言う、僕がよく言う、その、引っ張り下ろしてくるという、この大きな主流の流れさえ作れば、この辺りで重心を外して、それを戻すとかいう、マッチアップを起こしても、そのエネルギーは全部この大きな引っ張るエネルギーに合流して、合力として、そのエネルギーでさえ有効に使われて、クラブヘッドが前に出てくるエネルギーになっていくっていう、 ことが実際起こるわけですね。これは合力って話なんですけどで。それをやっぱり知るべきなんですよ。なので、小林くんはかなり重心管理が上手くなって、メンターもずっと使っていて、そして、ちょっと若干この辺で重心が外れると自分で感知できる能力があるわけですね。で、その時に焦らずに引っ張って下ろして来れればいいんですよで。そこで余計なことをやると、そこでスイングが崩壊してしまうっていう。なんか変みたいな。 この瞬間、うん、で、ま、ミスった時、シャンクとか何か起きた時、なんか複雑な何かが起きたみたいな一面の中で、はい、だからゴルフスイング難しいみたいな。そう,そう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 。めっちゃその後考えまくるんですよ、うん、なんでこうなっちゃったんだろう、うん。でもそれを考えて、それをどんどん言語化していくことは、小林君のリテラシーを上げるということについてはすごくいいわけ。ただ、だからといって、重心管理が全てなわけじゃなくて、うん、だってゴルフクラブっていうのは、重心管理をある程度して、 引っっ張てけけばよすいいするわけですよなので重心管理を100%こなして引っ張りなさいってことを言ってるわけじゃなくてある程度重心管理をしてその間にちょ若干のマッチアップを起こしてもその重心管理された引っ張るエネルギーの大きな主流を崩さなければいいってことですね。主流っていうのは上流から水が流れて本流になって降りてくるでしょ。 この大事なのはこの上流のところの流れをこのガンマフォースのこちらのベクトリーにちゃんと作るってことですね。この時にほとんどのアマチュアプレイヤーがこのように腕を落とすことができずにボールなる方向に横回転して向かってしまう。そうすると上流の水の流れを変えてしまったらもう本流は作れないってことでしょ。 だから大事なのは、この上流の水流れを作って、そういうその後は中流、本流っていうような流れを作れれば、その間に若干、あの、例えば、クラブが寄れてとか、少しマッチアップが必要なようなクラブが遅れてきたところで、結局、この本流に合流していく段階の中で補正されていくってことなんですよね。これが結構難しい。で、実際ね、 これ Jacob3D のまあこういう話、まあ小橋編書きいるので、どんどんこういう話になってっちゃうんですけども、あの実際ね、例えばこのゴルフクラブエネルギーっていうのはこのグリップに与えてるからクラブは挙動するわけでしょ。で、これはまあもう Jacob3D の基礎ですけども、例えば、えー、このクラブエネルギーに対する直線運動は3種類。この運動、この運動、この運動ですね。この運動をアルファーといって、 そしてこの運動をベータといって、そしてこれですね。これをガンマと言いますね。で、あともう3種類が、このトルク、この回転運動ですね。これがアルファこれがベータこれがガンマなんですよ。この3種類、合計6種類の、あとその方向があるんで、このアルファトルクで言えば、こっちがポジティブ、こっちがネガティブっていう方向があるけれども、まあ、ざっくり言えばこの3種類と3種類の、 直線運動と回転運動の合成のエネルギーがこのグリップに刻々と与えられていくということなんですよね。そういう中で、じゃあそのエネルギーってどのぐらいの大きさかっていうことを説明します。で一つはまず、例えばこのスピネーションというこのヘッドを軸旋回させる。こういう、これガンマトルクですよね。この実際はダウンスイング入って クラブをスクエアアップするときに、このようなスピネーションという、まあこのサムダウンの機能の中で、スピネーションというのは実際自然に与えるエネルギーですけども、これっていうのはめちゃめちゃちっちゃいんですよ。実際。変重心特性ってちっちゃいから、こうやってスピネーションっていうのは、このような状況の中で起こすわけですよね。このエネルギーっていうのは、これってあの回転運動はニュートンメーター、直線運動っていうのはニュートンというあの単位で、 えー、この力の大きさを表現しますけど、それは、あの、その数字で言ってもわけわからないと思うので、ざっくり言えばこの、このボール3個分をツイストするエネルギーなんですよ。このガンマトルクはね。なので、ほとんど、その力としては大きくないということですね。一方でですね、今度は同じ回転運動でも、このアルファトルクという 回転運動あります。これは実際、プレイヤーがダウンに入って P6 に入ってきた時に、強烈にベータフォースでこのグリップを押しながら行くんですけども、押しながらヘッドをボールに向かわせようとしてくるんですけども、このベータフォースでこのグリップを押せばオフソーど、クラブっていうのは遅れてきます。それに対して、遅れてくるから、このようなトルクでマッチアップしていくんですね。 これがアルルファトルクですなのでこのダウンスイングからこの P6 あたりから強烈にアルファトルクっていうのはプレイヤー自らが起こす回転運動として入れていくということになりますね。これはここからベータフォースでグリップを直線運動を与えるとクラブが遅れてくるからそれを合わせるというこのマッチアップに使われるエネルギー。であのもちろんそれだけで このようなアプローチショットをすることもできます。これはエネルギーなので。で、このエネルギーっていうのは、このフルショットで考えると、実は、このバケツにですね、50個ぐらいボールを入れて、そして、このように使ってるエネルギーですね。結構大きいですね。っていうことなんですよ。で、これが、 50個分のボールをこの回転運動で動かしているとエネルギーに近いということになります。で、同様にこの P6 に入ってきたクラブをベータフォースですね。このシャフトを横押しして前に出していくときのエネルギー。これも実際は同様で、このバケツに50個ぐらい、まあ、40から50個ですね。ボールを入れたものを 押していくエネルギーということです。すなわち、この P6 からは、フォースで、直線運動で、ボールを50個押しながら、それで遅れてくる分の、をマッチアップさ,れてさせるために、ここの回転運動で、40から50個のボールを、回転で動かしているというようなエネルギーを与えられるというような、 でそれに対してまあこういうことがこの <laughs> スイングの途中でいろんなことが起こってるんですこれがキネティックスエネルギーですねこれもちろん切り返しのところもあるわけですよ切り返しというのはこの先ほどの P6 のところと違ってクラブはかなり自由に動くところなのでかなりちっちゃなエネルギーでクラブは動いてくるとでそれがさっきの上流の話です すなわち、ここでクラブがフリーになっているときに、このように下ろすことができれば、このように下ろすことができるわけじゃないですか。なので、ここのエネルギーのコントロールっていうのはめちゃめちゃ大切だっていうことですね。そこで、例えば肩が外れていて、横回転が始まってしまったら、全然違うエネルギーが上流から下流にかけて、川が作られてしまうっていうことになるわけですね。なので、実は繰り返しのところのエネルギーっていうのは大きくない。ただ、これが、 こうダウンに入ってきた時にですねあの必要になってくるマッチアップエネルギーっていうのはそこそこの大きさ大きさになるってことなんですよなんですけど実際ゴルフクラブがこのヘッドが背中に向かってそしてボールを打ち抜いていくこの主力のエネルギーは何ですか小橋君<く>そう引くそれはそれはガンマそうガンマフォースですねすなわち ここから上流からの流れをガンマフォースで作っていくこのエネルギーがもちろんこのあたりはボール2、3個、4個、5個、6個、7個分ぐらいでいくんですけどもこれがどんどん下に入ってそしてクラブエネルギーがこのクラブはこうやって落っこっていこうとするところに引っ張るエネルギーでこのグリップエンドのディレクションを管理しながらクラブヘッドの この変重心特性と相まってヘッドが前に出てくる。その間に現実的にはゴルフクラブが自身で自身を重心管理してボールが、ボールを打ち抜いていくプロセスになるから、だから自動化するんですけれども、いずれにしてもこの時に一番大切なエネルギーというのはこのガンマフォースですね。ガンマフォースでもってクラブの位置がどんどん刻コ々クコク変わる。そのガンマフォースで引っ張るからクラブが 回転していいくということですねこのガンマフォースのこの引っ張るエネルギーがじゃあどのぐらいかってだいたい想像できますかこのボール何個分かさっきここが50個分とかあったじゃない、うん、その引っ張るエネルギーっていうのは結局インパクト時点ではどのぐらいになるか何個分ですか,でかそ,うそうそうでかいでそうでうそうでかいでそ、まあ、かそう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 かうそうそ 100。はい。答えはね、500です。500。500から600です。600個。500個から600個分のゴーボールが、こいつに山盛りになるものを、このように引っ張ってるってことです。なので、体に対する抵抗値すごい大きいでしょ場合によっては、そういうエネルギーを与えて、クラブのヘッドがどんどん位置を変えていって、 行っていく途中に自分がどこにいるのかっていうのはすごい重要になるでしょ。で、それでちょっとでも軸で回転してしまったらエネルギーに負けちゃうっていうこはなんとなくわかるでしょ。その代わりこう引っ張ってきて、最初は一二三個ぐらいのボールのエネルギーで引っ張ってきたものがインパクトの時には五百個になるでしょ。 ってことは、その時に正しい位置関係で、胸郭が回るとこにいれば、すべていつの間にかに、スイングして終わってるのもわかるでしょ、うん、っていうことは、すなわち、大きな流れを作ってやれば、自分の体のポジショニングの関係で、引っ張りさえしてくれば、大概、クラブは仕事をするってことです。つまり、簡単に言うと、 プロの言う、大体の60点、70点の球が、大体打てるってなるんですかああそうそうそう。だからその、プロとかで、えー、まあよく言いますよね。確かに別に100点のショットなんて、大体、大体ね、1回試合があっても1、2球しか打てないわけだから、ね、大体60点の、まあショットをどれだけ続けるかっていう話でしょう。で、それっていうのが今の話ですよ。上流から下流に対,対しての大きな流れを、 どういういいタイミングで作っていくかその大きな先ほどの500個のボールのエネルギーを加えた時に自分の体がどこで旋回していくのか自分の体と上半身と足と地面の関係性がどうなのかってことの方が重要ってことです。なので皆さんは基本的にはあのこのゴルフスイングというのはこの体の動き。 をフォーカスされるんですね特にずっと言われているこのロスインのあの指導は基本トップはここダウンはこここのように外観を真似ていくということになるんですけどもその外観を真似ていくっていう考え方は要するに体のポジショニングの問題なんですよね。ということは体のポジショニングは何でとってるかっていうと自分の体のエネルギーで 取っってるっていうことになるんですけども、現実はそんなことはなくて、結局はこのクラブのエネルギーを与えることによって、そのような空のポジションが作られてるとてことですね。そもそもインパクトの時に、このボール500個分のこのバケツが、ここで発生してるわけですから。で、そういうようなエネルギーが発生する時に、細かいことなんかできないでしょ。 だからボール500個分がボール落ち抜いていくこの500個分のエネルギーでクラブが前に出ていくる時に自分がバランスを取ってるっててるの方が大切でしょその時に左軸でもって胸郭がぐんと回る位置にいるかそれと右に残ってしまって詰まってしまう位置にいるかっていうことの方が大切でしょ。ということなんですよ。だから 小林君の場合は実際はパフォーマンスが悪い時っていうのはその前の段階で感知した重心管理が外れたってことを余計な動きで補正しながら500個分のボールがこのように前に出ていく時の体のポジショニングを失っちゃってるってことですね。あだから大前提で新しくくその本流が動くような 体の動かし方は身につけるべきだけと、はい、僕はある程度それを身につけてそれをいじくったり、はい、しちゃいけないってことです、ねはい、そうすれば自分で勝手にいんないってことですなるほど、うん、で、そうするとやっぱりな何がこれから壊しが大切なのかっていうと実際はクラブのエネルギーとかそのうものがだんだん分かってきたじゃないまあもし仮に重心管理を外したとしても 大まかちゃんと引っ張って大きな流れができれば、クラブは仕事をするってこと分かってきたでしょ、うん、ってことは、次に小橋くんやらなきゃいけないっていうのは、自分の体のポジショニング、その50 500個のボールが前に出ていくときに耐えられる体なんですよ。要するにフィジカルってことになります。だから今の小橋くんが体幹を鍛えて、 その今300個でヘロヘロのところを500個のボールが前に出てくるきに耐えられるようなで左軸を取って胸郭がうーんと回る時にバランスをキープし続けられるような体を持つってことは決定的に大切なんですよこれから。だからその僕はここはバイオメカニズムの世界なので。 僕はあんまりその、この専門外のことを勝手に発信することはしたくないので僕は話をしてませんけれども、実際ここはですね、きちんとあの専門家の人に見ていただく必要があると思いますけど、ただ僕はこれも、これとて、この JCO3D の l マンのプロジェクトでデータを思考端を見てまして、かなり小橋くんの <laughs> スイングについては、まあ処方があります。なのでそこをまあこれからやっていくのが小橋くんにとっては面白いんじゃないですか。 めっちゃ気になるんですけど。そうですね。<laughs> でさっきのスイ,スイングもそうだけど、はい、僕の目線から見ると小林君のこのヘッドのクラブヘッドの出方っていうのはちょっと遅いんですよ。こうやって前あのスピードの作り方やったでしょ。はい、あれにもつながってくる話なんだけど、やっぱりリリースが遅いんですよ。だからリリースが遅いそのリリースの方向性とかその時の体のポジショニング。だから小林君は こちらのクローについての意識はすごくあるけど、その時の状態がどこにいるかっていうあたりをもう少し精緻にコントロールしなきゃいけないんですよ。で、実際、こうして苦労して左軸を取って苦労していくのは下半身なんですよね。だここでおへそが一旦下に向いて、でその時に苦労が始まって、 その後、このガンマフォースが小橋くんは適切に静かに管理をされて腕が下に入ってくる。で、この時に小橋くんは体の全体が少しこちらに寄りながらで、それで大きなクラブエネルギーが下に入ろうとするのでそれを自分なりにバランスを取ろうと思ってこの右の足が外れていくんですよ、それは自覚してるでしょう。 実際は静かに関心だけが左を取って、そしてこのまま苦労してエネルギーが入ってくれば、実際はクラブエネルギーが先に出て、その結果、この右足については、このように処理されるんですよ。なので、小林くんはこのあたりが今後のテーマと、いうことになります。ただ、ここになると、クラブエネルギーの目線よりもやっぱり体イドなんでね。 だから体の中身っていうのはさすがに僕はある程度見れたとしても小林くんじゃないから分かんない部分もあるってことです、うん、うわなるほどなだから正しいクラブの動かし方とか流れとかは、はい、ある程度理解ができたけどそれを毎回実行する体がこう追いついてきてないみたいなそうですねまあもうずっとそれを毎回やるっていうのは確かに体必要ですもんねそうですねただ正直言って小林くんはまだあの若いので 全然これからでどうにもなるんですよ。でこれがね例えば僕みたいな年齢の人に同じことをやるかっつってやらない。また違う違います。もう要するにあの本人のフィジカルが、まあ、これから鍛えますっていう話だったら別だけどそうじゃなくて楽しいゴルフをやりましょうと。でしかもある程度散歩するようにあの歩いてね楽しく伺いしながらあの開けてみたら70代だったねみたいな。ゴルフ程度ででいいんであれば 別にあのそんな体が鍛えなくてもクラブエネルギー目線でそのマッチアップをシャースにしていくってことにフォーカスしてクラブを動かしていくっていうことをしていただければいいんですよ、うん、ただしその結果スイングの外観はタイガーにはならないってことですなるほどやっぱおじさんおじさんだってことなんです<ー>ただそれで十分楽しいゴルフは僕はできると思うんですよね、うん、チャンネル登録お願いします はい、サ、えー、スクロフ、今日もですね、えー、動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、あとコメント欄の方にですね、えー、どしどしご質問いただければ、できるだけ番組内でですねお答えしたいと思いますので、えー、ぜひよろしくお願いします。ということで、えー、次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。 だからもタスクゴルフで、もうこのタスクがですね、皆さんの場合でスイングしたらなんだこのおじさんみたいな、もうそういうスイング見,な見慣れてると思いますけど、それでもいいボール打ってるでしょ、う、基本的には。で、それで十分なんでしょう。うだからスイングの外観っていうのは、基本的にはゴルフのパフォーマンスには関係ないっていうことになります。なんだけど、小林くんはまだ タイガーウッズを目指せるってことですよ。マジっすか。羨ましいですよ目いす、はい。目指してください。<laughs> 私も頑張ります、ね。はい、頑張っていただければと思います。<laughs> <う>タスクゴルフでは、ゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式ラインで情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。